はい、では今回拡大する東京大都市圏というタイトルでやります。東京大都市圏ということですが、これは東京都だけの話じゃないよということです。大都市圏ですから東京周辺部も含まれますということです。いや、東京はやっぱりとても影響力が大きい、ですので、これはかなり、広い範囲に影響があるんだよと。で、東京大都市圏ってどこまでを含めるかというと、この下に書いてある通り神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、これらを含んでいます。はい。で、大都市圏って、じゃあどうしてそれを ひとくくりするのか、県境はあるのにっていう感じなんですが、これはですね、昼間の人口と夜の人口で、この東京というのがかなり大きく変わってるんですね。昼間の人口、中間人口といいますが、これがかなり多い。そして、夜になると、ガクンと減るんですね。で、これなぜかというと、周辺部から通勤通学で集まってくるからですね。はい。こんな感じの図がありますが、東京の中心部ここですね、周辺から通勤通学する人は神奈川、東京23区外、埼玉、茨城、千葉とこれだけたくさんの人が、いるということですね。はい。神奈川県 89.6 万人の人が東京に働きに出て、そして夜は自分の家に帰るという形です。はい。だから東京都は東京都の中だけで完結せずに、周りの県の、働く人たちをこう昼間、昼間移動して、で東京からまた地方に、帰っていくという形ですから、もうこれ一つの括りでいいんじゃないかということなんですよね。これ東京大都市圏、というものです。その中で実は政令指定都市というのが5つもあると、関東に5つもありますよということですね。で、政令指定都市って何かっていうと、これは人口が50万人以上の、都市で全国に、20あるんですね。で、政令指定都市になると、一体何があるのかっていうと、これ、都道府県と同じような独自の権限が得られるということですね。これ政令っていうのは政府の命令ですが、あなた方の地域は特別人口も多いし、都道府県と同じようなね、力を与えますよっていうのが政令指定都市になります。じゃあ具体的に何かというと、例えば都市計画、道路とかを整備する時の具体的な計画を立てられたりするらしいですね。それから小学校とか中学校の教員を独自に、選んだり、それから宝くじなんかも独自に発行できて、それが財源となるようですね。まあ、いろんな特権があるので、政令指定都市になりたいという自治体多いんですが、その中でも、20ある中の5つもですから、4分の1が実は関東地方に集中しているということです。はい。その中の筆頭額、横浜市ですね。はい。横浜以外にも相模原市、川崎市、そして、埼玉市、千葉市という、5つです。で、特に神奈川県は政令指定都市が多いというので有名ですね。他の都市を見てみる、他の県を都道府県見てみると、静岡県と大阪府は2つ政令指定都市を持っていると。静岡県は静岡市と浜松市、そして、大阪府は大阪市と堺市、という2つなんですね。しかし神奈川県は横浜市、川崎市、相模原市と3つ持ってるというところで、結構こう神奈川県というのはやっぱり人口も多いし、とてもこう栄えてるところが多いのかなという感じはします。はい。その中でも、横浜市というのは、全国の都道府県その政令指定都市の中で最も多くの人口を要するという都市になっています。
はい。で、こういったところでニュータウンの建設が盛んに行われている。これ、まずは東京の中心部が発展していると人が集まりますね。で、そこでできるだけどういうところに住宅地作るかっていうと、まあ、海の近くになってくるんですね。なので埋め立てをして海をもう開発していくんですが、まあ、それでもいっぱいいっぱいになった場合は今度は小高い山とかそういったところに伸びていきます。でこれがまあニュータウンであり、そうですね、こういう海側からこの外側の方に広がっていくんだということですね。はい。ただ、まあ、都心部、東京大都市圏の中のニュータウンですが、やっぱり高齢化、少子化というのが起こってくると。まあ、大体高齢化、少子化というと、もっともっと地方の、問題なんじゃないかと思うかもしれませんが、実は、東京都心中心から少し離れただけでも、こういった高齢化、少子化の問題というのは起こってきてるんだよということです。で、人口集中というのがどういう問題を引き起こすかという話なんですが、これについては、まあ、過密を生みますね。はい。で、過密を生まないためにいろいろ工夫してるんです。例えば道路を作ったりとかしてるんですよ。例えば、中央の方にはですね、まあ首都高速の中央環状線というのがあり、さらに東京外環自動車道、そして圏央道という3つの大きな高速道路があるんですが、まあ、ちょうどこの地図の中の真ん中辺1つ、その、1つ、2つ、3つとぐるっとこうね、やってるんですよ。で、これによってかなり便利になったところはありますね。これがそうですね、この一番真ん中が中央環状線で、そのここは、東京外環ですね、自動車道、そして一番外側が圏央道という形になります。で、そうですね、私は、出身が埼玉なんですが、埼玉の方に行くときに、西側からね、埼玉の方に行くときに、静岡、神奈川来て、そのまま埼玉に行けないんですね。北に上がればいいんですが、一旦東京に出てから埼玉に行くっていう感じだったんです、前までは。だけど圏央道というのが整備されてから、そのまま神奈川から埼玉の方に、東京に寄らずに、住むという感じになりました。ですから東京の都心部に入っちゃうととてもこう混雑するんだけど、ここからすぐ北の方に行けるっていうのはとても便利だし、それによってわざわざ交通渋滞をですね、東京で引き起こさずに済むということで、いろんな道路ができることはとてもいいですね。まあそれでも今でもやっぱり、非常に大きな問題が出てきていると、それぐらいやっぱり、日本の中で東京っていうのは過密状態にあるんでしょうね。まあ、例えばラッシュであるならば、朝満員電車で、通勤されている人がたくさんいますね。で、時刻表見たら、やっぱりラッシュ時の時刻表って電車が2分に1回とか出てるんですね。2分おきに出ているぐらいのもう頻度なのに、やっぱりぎゅうぎゅう詰めで、行かなければいけないとか、それからゴミが多く出る問題、それから交通渋滞の問題と、まだまだ解決できていない問題が、まあ、たくさんあるというふうに言われています。で、実際にはそうやって人が集まるから、どうやってその人の過密状態をなくすかということでいろいろ考えてこられた。で、その中の一つとして対策があるのはこの筑波研究学園都市というものですね。これについて1970年代に建設が進められていくわけですが、要は
中央にいろんな施設が集まりすぎているから、ちょっと遠くの、そうですね、筑波の方に、東京から大学や研究機関というものを移そうという形ですね。で、重要なものが移ればそこにも人も移るから、人口が集中しにくくなるだろうという形です。まあ、これ以外にもさまざまな方法で、過密化を解消をしようという動きがあります。はい、のでまたいろいろ調べてみてください。はい、以上で終わります。